現状では、権威、ではなく、勝者、なのだが。甲子園で優勝した、としても何かの、特権を得られるわけでも、ない。もちろんその後、プロを目指すその他なら筆頭の候補、そういうアドバンテージはあっても。成績が悪い方を採用する？それは悪いことだ、そうは言えても、そしてその後、そういう評価になる、にしても。その場の権力が、それ、を選べないわけでもあるいは、ない。それは罪として罰が設定される、だけだ。おく、物語、としての、そういうのが始まる、悪役設定になるとか、実際に損失が出るとか。しかし、苦労して、なんとか、中華思想の皇帝、その特権、悪影響、そういうの、母排除し得たにしろ、本質の問題、そういうのは全く改善してない感覚は、重い。最終的に今右か左を決めるのは勝者かもしれないが、でも、